ジョバンニガステルは、イタリアの写真家。映画監督、ルキノ・ビスコンティの甥いである。ミラノ出身。1955年12月27日生まれ。父は、ジュゼッペ・ガスペル。母は、イダ・ビスコンティ・ディ・モドローネである。母イダは、映画監督、ルキノ・ビスコンティと、兄弟姉妹関係である。幼い時から演劇をしたり、詩集を出版したりしてたが、 やがて写真術に先進し始め、自宅の地下室にて独学で技術を習得した。1975年から76年にかけて、ロンドンのオークションハウス、クリスティーズのために初めて仕事をした。1981年にカーラグリエリと出会い、彼女は彼のエージェントとなり、彼をファッションの世界に導いた。最初にファッション雑誌、アナベラとコラボレーションし、 1982年には、防具イタリアの写真を撮り始めた。その後、エディモーダ社のディレクターであるフラビオ・ルッキーニや、ジゼラ・ボリ・オリとの出会いにより、モンドウも、ドんナといったファッション誌の写真を撮るようになった。80年代から90年代にかけて、ガステルのファッション業界でのキャリアは、メイド・イン・イタリーの急激な成長に伴って、拡大していった。ガステルは、ベルサーチ、 日層に、トーツ、トラサルリ、クリツヤ、フェラガモなどの広告キャンペーンの撮影を担当した。また、フランスでは、ディオール、ニナリッチ、ゲランなどのブランドを担当し、イギリス、スペインでも活動していた。これらの長年にわたる熱心なプロのコミットメントの間、私的な皮肉を特徴とする個人的なスタイルを開発し始めた。美術史に対する情熱は、写真に、 バランスの取れた構図の趣味を導入することにつながった。彼の言及は、ポップアートとアービングペンの写真作品である。ガステルは、ファッションの仕事と並行して、個人的な研究にも力を入れており、1997年には、美術評論家、ゲルマノチェラントのキュレーションにより、ミラノトリエンナールで個展を開催した。それ以来、ガステルの写真は、オリビエ・ロットスカーに、 ジャンパオロ・バルベーリ、フェルディナンド・シナナ、ヘルムート・ニュートン、リチャード・アベドン、アニー・リー・ボビッツ、マリオ・テスティーノ、ユルゲン・テラーなどのスター写真家の写真とともに、主要な国際的雑誌に掲載されるようになった。1990年より、イタリア写真家協会に所属し、1996年5月に、初代会長に就任。2012年には再選されたが、会長復帰と同時に、 教会の役割が大きく変わり、旧組織を解消して2013年10月16日にエ f フィップインターナショナルを設立した。2017年には、ミラノトリエンナーレの機関パートナーである現代、写真美術館の理事に就任した。2017年に、パルマで開催された、イタリア音楽の百の顔展の序盤にが捨てる一方で、ヨーロッパ主要学研究財団の支援活動にも参加しており、 理事会にも加わっている。ガステルの芸術的活動は写真にとどまらず、小説や刺繍も発表、出版している。近年、ガステルはポートレートに専念しており、2020年にローマのイタリア国立21世紀美術館で開催された展覧会では、ガステル自身が40年のキャリアの中で出会った文化、デザイン、アート、ファッション、音楽、エンターテイメント、 政治などの世界の人々のポートレートに0 0点が展示され、キャリアは最高潮に達した。著名なポートレートには、バラク・オバマ、エット・レ・ソットサス、ロベルト・ボンレ、イタリア旧進党党首、マルコ・パンネ、ラなどがあった。だが、イタリアで感染が収まらない、新型コロナウイルス感染症により、2021年3月13日、ミラノにて死去した。65歳没。 公式サイト、ありがとうございます。